本のメモリースポーツのチャンピオンの青木武です。メモリースポーツを始めて10年になりました。今まで10年間いろんなテレビ番組やメモリースポーツの大会に出場して好成績を収めてきました。今はブレインスポーツアカデミーというメモリースポーツを教えるスクールを始め、生徒もたくさん増え、これからどんどんメモリースポーツの復旧に向けて力を入れていきたいと思っております。こんにちは。こんにちは。あ、春季と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青木さんですよね。はい、青木です。ありがとうございます。じゃあ、中にご案内させていただきます。はい、お願いします。メモリースポーツとは何なのかちょっと教えていただければなと思うんですけれども。はい。多くの方がメモリースポーツってものを知らないと思うんですが、記憶力を競う競技です。で、競う種目っていうのもいろいろありまして、トランプ、シャッフルしたトランプの順番を覚えたりとか、人の顔と名前を覚えたりとか、歴史の年号を覚えたりとか、いろんな種目があります。メモリースポーツの歴史に関してなんかちょっと教えていただければなんですけれども、はい、メモリースポーツの歴史は1991年にイギリスで始まりました。そこから世界中に広まって、だいたい今では世界40カ国ぐらいで毎年大会やってるような感じですね。このメモリースポーツっていうもの自体は日本でどれぐらい今知られていて人気がありますか、ね、私が始めたのが10年前だったんですね、大体。で、その時ってもう知ってる人ほとんどいなくて、最近だとメモリースポーツっていう言葉を聞くと、あのトランプ覚えたり記憶力競うやつでしょっていうのを言ってくださる方がいるので、だいぶ認知度が上がってきたかなっていうふうな気はします。日本ではなんでまだそこまで認知度が高くないのかなって。メモリースポーツは他のものと比べてエンタメ性が弱いんですよね。例えばサッカーとかだったら見ててどっちが勝ってるっていうのが分かりやすいんですけど、メモリースポーツの場合、もともとその10種の競技っていうのが紙で覚えたりするものなので、見てて全然楽しくない種目だったんですね。で、それを4年ぐらい前かなからそれを打破しようということで、1対1のバトル形式でお客さんとかも今2人がどこを覚えててどっちがポイントで勝ってるかっていうのも見れるような大会っていうのも広がってきて、一気に人気が高まってきてるっていうような形ですね、最近。じゃあ、そういう大会がたくさんあるということなんですけど、はい、国内の大会とかって出られた経験はありますか？そうですね、国内の大会だと、町おこし的な延長線上の大会があって、そこに出てました。2012年に、優勝して、他の大会でも3回準優勝、3位が3回ぐらい取って、で、私が一番メインで戦ってたのは海外でずっとやってました。試合はオーストラリアに行ったり、香港に行ったり、韓国に行ったり、台湾でプレーしたりっていうのがあって、で、オーストラリアの大会では準優勝になったりとか、国際大会でも3位になったりとかっていうのは、上位入賞っていうのは何度もしてます。大会にこう優勝した時でどのような気持ちでした？はい、1日10時間ぐらいの練習を2年間続けてました。なので、やる前から最高潮の状態で今回は絶対勝てるっていう風な感覚で臨んでたので、勝った瞬間やっぱり嬉しかったんですけど、こんだけやったんだから勝てるよなっていう気はしてました。じゃあ今現在自分、私なんですけど、27なんですよね、はい、で、記憶力を良くするにはどういったトレーニングとかやった方がいいですかね？具体的なトランプを使ってするトレーニングとかをするのが一番効果は高いんですけど、そんなことしなくても、例えば生活の中で見た映画を、映画見た後にどういうストーリーだったかっていうのを思い出してあげるとか、今日一日どんな一日だったかなっていうことを、寝る前に考えてあげるとかっていうことをやってあげるだけで全然変わってくると思います。じゃあ、なんかそういったことを学校でも教えてらっしゃるんですか今？そうですね、私のスクールで教えてることは、そのいろんなものの覚え方、単語の順番を覚えたりとか、トランプの順番を覚えたりとか、そういう基礎的なトレーニングから、勉強にどう生かすのかっていうふうな方法まで、っていう応用のところまで教えてます。じゃあ今からスクールの方に行きましょう。あ、わかりました。はい、一緒に記憶力を高めましょう。わかりました。じゃあ行きましょう。はい。始めたのっていつですか？ここ2017年の4月なので、今から3年半ほど前ですね。
レッスン1回のレッスンってどれぐらいの長さで教えてます？そうですね、まあそのコースによっても多少異なるんですけど、大体1時間から2時間ぐらいの長さでやってます。値段はどれぐらいなんですか？値段は初級っていう一番記憶の基本のコースが1ヶ月1万7600円です。はい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 。であとは先週コース、大会に出るようなコースの方は8800円でやってます。1ヶ月。あれ、あ、選手の方が安く、安くやってます。はい、そうなんです。え、それはどういった理由なんですか？そうですね、多くの方に、まあ、選手であるってことは長く継続しないとやっぱり強くならないので、長く継続していただくために、はい、通常より半分の値段っていうふうな値段でやらせていただいてます。ここの学校の先生方っていうのは、まあ、どのような方々が今？そうですね、ここブレインスポーツアカデミーはメモリースポーツだけじゃなくて、はい、ルービックキューブのも教えているスクールなので、かつメモリースポーツもルービックキューブも日本のトップレベルの人を講師として、教えてもらってるっていうような形になってます。このあとちょうど日本の、その、ね、各年代のトップの人たちが集まってやる特別練習会があるので、はい、ぜひね一緒に参加していただきたいなっていうふうに思っております。参加してもいいんですか？はい、大丈夫です。あ、じゃあ参加させていただきます。よろしくお願いします。部長、じゃあお願いします。今日は顔と名前をちょっとやっていくんですけど、特に、ね、俊樹さんね、初心者ですので知らないと思うので、今日ですね2人の方の写真を用意しました。1人は子供で、もう1人が大人の、両方とも男性ですね。名前とこの顔で無理やりイメージを作るしかないんです。この子が勇気っていう場合は、こう力をグッと入れて勇気いっぱいっていう風なイメージで覚えると、まあちょっとこう語呂合わせというかギャグっぽくしてあげると記憶に残りやすいよっていう風な覚え方です。じゃあですね、早速今からなんですけど15人の方の名前を覚えていただきます。3分間の記憶時間スタート。怖い。はい、記憶時間終了です。じゃあ行ってみきましょう。5分間の回答時間スタートです。ちょっと待ってください。5分間の回答ですよね。ちょっと全員簡単すぎたかな。いけた。じゃないかな。じゃあ回答時間みんな終わってるんで終了しましょう。じゃあお隣の人とねチェンジして答え合わせをしてください。じゃあ終わった。なんで早い。チェックも早い。ちょっと簡単すぎだな。3分だし失敗ですか？ね、そうですよ。厳しい。でもほぼ、まあ、正解に近いです。すごい。すごい。一問が当てました。15分の14。コバ選手どうでした？ちょっとなんかいつもより簡単な名前ができたんで、すぐに。簡単な名前。全部あった。土屋くんは？そうですね。1分あれば出たかなと。全部あってた。リズちゃんもあってた。ゆずきちゃんは？あってた。今回も2人とも全部当たってた。はい。どうやって当てるのこれ？例えばこのキュンだったら、はい、漢字で直すと賢いって字になって、なんか眼鏡してるから賢い感じ。賢そうな人として。なるほど。なんかカンネル・サンダースに似てるからキュンタッキー。なるほど。BSA、 この学校を通う前の記憶力ってどうだったお二人は？普通よりちょっとないかぐらいでした。本当に、うん、どうだった？めちゃくちゃなかった。じゃあ通うことによって今はどんな感じだ？でもなんか覚えようと思ったものは覚えられるけど、なんか
普通にしてると全然じゃあ始めてからはどれぐらい記憶力をこう鍛えられたと思う？なんか歴史の年号とか社会で今歴史やってるから覚えるんですけど、うん、その時にすごい覚えやすかったり、日々の生活の中で今ね鍛えたその記憶力ってどのように活用してる？友達の誕生日を覚えたりしてます。周りの友達もこれ学んだ方がいいなって思う？ああ思います。なんでそう思ったの？この記憶力を学んだ方が絶対なんか覚えようと思った時に確実に覚えられるし、うん、テストとかでも使えるからです。やっぱり学校でなんか覚えるのが結構あるからそれに応用できたりとすると思います。メモリースポーツの大会にこう将来参加したいと思ってますか？はい。思ってる？思ってます？はい。それはなんで参加したいと思ったの？なんか今こういう状況で全然大会とかできなくて妹と一緒に出たいです。なんで出たいと思ったの？姉と一緒に同じ同じカテゴリーでできる、やりたいから。じゃあ今から、トランプ記憶に移っていきます。じゃあトランプってどう覚えるかっていうと、クローバーの1って出た時にクローバーの1のまま覚えるってことはしません。実はね、ここにね語呂合わせの表がもうすでに作ってあります。クローバーの1の場合はここ、クローバーの1でクイズっていう風なイメージにします。例えばじゃあ2つ目のトランプで出てきた時に、ダイヤの5だったらこのイメージ表で見ると団子なんですね。団子とかっていう感じでトランプを何かのものに1回置き換えてそれで覚えていくよっていう風なやり方です。例えば、クイズ、クローバーの1がクイズで、ピンポンと押してクイズで答えたら正解したから商品でお団子をいっぱいもらったよっていう風なストーリーにしています。なるほど。でその後最後に場所に置くっていうことをやっていきます。場所、これ場所っていうのがめちゃくちゃ大事で、まあ、どこの場所でもいいんです。家の玄関とか、洗面台とかトイレとかっていう風な場所でもいいんですけど、ストーリーを作ってその場所に置いて記憶していくっていう風な方法でできます。まあ、他の、ね、みんなは、ね、場所が持ってるんですけど、俊樹さんは、場所がないので場所の代わりに人間の体に当てて覚えていきます。そういう方法でもいいです。なんで上から下まででやっていくっていう方法もあって、例えば、俊樹さんの頭の上で、クイズ大会がなんかも髪の毛の中では髪の毛の森の中のクイズ大会がやってあって、ピンポンって押して正解をした人がお団子をもらって帰ったよ。2個目の場所、2個目の場所は例えば、まあ、どこでもいいですけど目で、目に例えば次に出てきたカードがハートの3だったらハサミなので、目から右目からハサミが飛び出してきて、左目から例えば、ダイヤの4だったら左目はなぜかだし巻き卵がはまってたよとかっていう風なイメージにしてあげるとか、うん、っていう風にしてストーリーを作って覚えていくっていう風なやり方をして、それを永遠といろんな場所でやっていくっていう風にすると52枚覚えられるよっていう風な流れになるんですね。なので今日は俊樹さんにはこのイメージ表を見ていただきながら、で自分の実際に体に当てながら、頭にこれだ、目にこれだ、鼻にこれだ、口にこれだっていうので実際にこう考えながらやっていただこうかなっていうふうに思っております。わかりました。でトランプを、覚える時間っていうのは5分間です。で俊樹さん以外の皆さんの前には同じような、ね、この、ね、タイマーが置いてあります。覚えるスピードを測るタイマーです。今日ここにいるメンバーは52枚覚える力があるので、じゃあどれぐらいの速さで覚えられるかってことにちょっとねトライのタイムアタックみたいな感じですね、はい、で挑戦してもらおうかなっていうふうに思ってます。レディーゴー。
り1分です。はい、5分間の記憶終了です。回答時間スタート。さあ、終了です。20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52。はあ、すげえ。タイムは1分11秒です。すげえ、はい。緊張する。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。惜しい。あ、9は合ってる、9は。確かに。でも8枚まで合ってました。でも10、11、12、13、14。なるほど。でも14枚ぐらい動いてる。すごいですね。初回で14枚すごい。やった。センスありますよ。これでもすごいですね。確かに大げさなストーリーほど覚えるって言ったんですけど、一番最初のこの4つで、なんだっけ、頭の上で寿司を棚に入れたら黒豆があったっていうストーリーになってた。その意味わからなさが大事です。意味がわからなかったですね。それがすごい。いや、すごいか、でもすごかったです。でも本当に今でもさっき考えてたストーリーは全部まだ残ってるような感じだから、確かにこれは記憶力にこう絶対つながりますね。覚え方っていうのが今すごい理解しました。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、6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 7、58、59、60、61、62、63、64、
8、9、10。28秒出たんだけど、日本一って本当ですか？あ、そうですよ、日本記録を持ってて、そのタイムは33秒なんですけど。え、じゃあ何、ここで今こうしてる、まあ、本当コロナ期間で今大会ができなくて、はい、半年前なんでそれ出したのかな。まあ、そんぐらいもっといきますね、多分大会で出たとしたら。すげえ、でも28秒自己記録更新おめでとうございます今の時代っていうのは、まあ、パソコンとか、まあ、携帯もありますし、もう基本的に全てのものって記録ができる状態じゃないですか、データ化として。それでもその中でこの記憶力に こだわる理由っていうのは何ですかね？そうですね、まあ、こだわるというよりは、まあ、人間の本来の力なので、やっぱり使わないと衰えるし、例えば今乗り物が発展して、車とか電車とか飛行機っていうのものはありますけど、でも歩かない人っていないですし、まあ、脳も同じで鍛えてあげないとどん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 衰えていく一方で、老けていく一方だと思うので、トレーニングはやっぱり必要かなって思って取り組んでます。日本での教育について、今どうお考えですか？そうですね、今の日本の教育課程ではほとんどその記憶法、覚える方法についてという内容の授業っていうのはほとんどないの で実際、日本からもすごい近い国の北朝鮮っていう国では、速読とか記憶術っていうのを学校の授業の中でやってるので、なんで北朝鮮もメモリースポーツがすごく強いですし、いろんなところで覚えるのに役立ってるっていう風な話は聞いたことがあるので、まあ、どこまでやるかっていうのは、まあ、そのレベルにもよると思うんですけど、少しはねやった方がいいんじゃないかなって個人的には思ってます。多分いろいろとこう設立するまで、この学校を開校するまでもいろいろなことがあったと思うんですけれども、その中で一番こう難しかったことっていうのは何がありましたか？最初始めて、
多分3ヶ月ぐらいかな、人が多分 2,3 人しか来なくて、結構赤字期間が長かったので、そこはやっぱきつかったかなっていう、まあ、今までの貯蓄とか、あとは他の部分で稼いで補うっていうことしかできなかったので、まあ、そういう面では、まあ、新規ビジネスなのでそう簡単には結果は出ないとは思うんですけど、まあ、でも必ず成功するっていうことを信じてやり続けて、少しずつ、まあ、上向きになってきたというか、良くなってきたかなっていう気はしてますね。では、じゃあメモリースポーツに関して、まあ、あの知らない人に対してなんですが、何を一番知ってほしいですか？記憶力を競うっていうと、そんなの生まれつきの才能だよとかっていうふうに思われがちなんですけど、やれば誰でも伸びるし、そのなんだろう、記憶力に自信がない人でも、まあ、お年寄りでも逆に小さい子どもでも誰でも挑戦できるものなんだよっていうことにを知ってもらって、気軽に大会に参加したりとか覚えることに対して、なんていうのかな、積極的になってほしいなっていうふうに思っています。